皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるクールです。今日もマリオメーカー元気に楽しく、そしてこの後に言うこと今日は思いつかなかった。はい、そんなわけで最初のコースこちら遊んでみましょうかね。ガンバ2春風さん、ベストタイム44秒、クリア率 10% ジャストでございます。春風とともに来るものといえば花粉。いやーやめてー。まあ花粉症じゃないんだけどね。実はこのパウを持っていこうと思ったけど持ってなかった。カロンさん先に倒しちゃわないと厳しいかな。クリア率がこれで変わったぞ。やったね。いるのかな。はい、どうしろと、どうしろと、難しいな。ほい、あ、しまった。さあ、あんのかよ。マジかよ。なんなんだ、あのパウは。もうツタ出すの結構難しいですよ、だって。で、上に登っていったら、次は、パウは持ってこれないよね。大きく右飛びしてみたけど、これでいいのかな。あの、キラー砲弾、下に飛んでるのを使って、また右側に飛んでいってみよう。砲弾2つ使ってみよう。ほい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 、なんだんだなんなんだ。ここまた大ジャンプかな。このパウが何なのかが全然わからないけども、クリア率 10% なんだよね、このコース。信じられないことに。こっちに道はないよね。はい、これ扉両方とも外れな気もするんだけど、でも1個はさっき上に繋がってたからな。行ってみるしかないか。またなんか隠してあるんじゃないの。じゃあ右、当たったけど戻っちゃった。こういうコースやってるとね、人を信用できなくなっちゃうんですよね。ドクロリフトを乗り継いでいって本当にいいのかな。いいのかな。大丈夫そうだね。信じます。ここまで来たら信じます。上から叩いてみるとファイヤー、やったねー。最後は良心設計、無事ゴールできました。マリオナンバーワン、ふふ。隠しツタはいただけない。コインかなんか置いてあると分かりやすくてよかったんじゃないでしょうかね。ガンバ2春風さんのコースでした。ありがとうございます。次のコース遊んでいくール。お、椎茸さんいいね、ありがとうございます。はい、それでは次こちらのコース遊んでみましょう。10秒マリオ、体が半分ゴールしているのにゴールできない、どういうことだ。クリア率 5.4% でございます。まあ、どっかに隠し物でもあるんじゃないでしょうかね。これはバネを弾かれていかないと間に合わない系、もしかして。もう一回大ジャンプしちゃってるからね。あ、ゴールできたよ。ゴールできちゃった。いいのかな。すいません、体半分入ってるのにゴールできないというところをお見せできませんでした。申し訳ございません。お、クリアルタイム10秒001、出ましたね。本当にギリギリだったんだ。マリオ対メゾレさん、ありがとうございました。次のコース遊んでいくる。はい、それでは次はこちらのコース遊んでみましょう。ボーザーズジュニアズボスラン、ノアさん、クリア率が 10.25%、 まただいたい 10% 前後のコースですね。これは倒さないとダメだよね。まあ楽勝、任せて。ここでこうやって型にはまっちゃえばね、クッパジュニアって全然怖くないの。実はここでスピンジャンプしてるだけで OK になっちゃう。かわいそうだよね。右側のピンスイッチは何に使うんだろうね。まあこいつ鍵持ってなかったら終わる。よし、入れた。Pスイッチを取りに行くのかどうするのか。土管に入れた。今のところ7光1体しか出てきてないんだけども、この先も使うのかな。
通しちゃった。倒してまずかったかな。大丈夫だよね、きっとね。上の。合ってたー、よかったー。また外れだったらどうしようと思ったけど、何ここ。 P スイッチ確保、ここにあったのか。これでこうやっていけってことか。今ゴリ押ししようと思っちゃってたけど、確かにこっちの方が理にはかなってる。で、なんでそのところにデブブロスさんいらっしゃるのかな。うわー、おー、なんか出てきたよー。というわけで P スイッチを取りに戻りましょう。で、今度はハンマーブロスのでっかいのあれに潰されないように気をつけていくる。 OK。 上飛び越えちゃった。なんだっけ、なんだっけ、カミックさんと、もうこれでいいのかな。入るよ、信じるよ。お邪魔しまーす。からの、わははははは、じゃなかった、よかった。これは動かない方が得策だと思ったら違うのかよ。死んだよ。なんなんだよ。これ、ここ戻ってもバネがあるだけで、キノコとかは確か取れなかったはずなんで、違うのかな、やっぱりルートが。いや、でもな、そんな風には見えなかったんだけどな。ここで裏面に入ってきてるから。いや、合ってるはず。ここで入って、すぐにジャンプで上行こう。こっちの上。ほら、合ってたっぽい。あ、行っちゃった。戻ってきてくんないかな。ないかな。この辺まで戻ればリフト復活したりしてないかな。頼む、復活しててくれ。復活してないやないかい。畜生。でもルート終わってた、間違いない。多分ここ行けばゴールだったかな。もったいないな。でもあれは反応できないよ。ほい。このデブブロスが意外と厄介なんで、十分気をつけて進んでいきましょう。この方が早いね、カミック倒すのね。ボム兵が出てくるって分かってれば十分に避けられるので、ここです。ここです、ここです。クリボンさんに注意して、間に合った、飛んでいけたよ。どこまでも私は羽ばたいていきます。どこまで続いているの？羽ばたきたいのにどんどん下の方に降りていくんだけど。上昇志向で私は上を見上げていよう。まだかよ。うん、これパクリだけどね、マリオのスクワット。よし、わお、こんなところにいらっしゃった。バイバーイ。このコースもなかなかね、初見殺しはあったんですけどね。まあ何回かやってればルートはおのずと見えてくるんじゃないでしょうか。ボーサーズジュニアズボスランノアさんのコースでした。ありがとうございました。はい、お待たせしました。次はこちらのコース遊んでみましょう。ホップスキープ&ジャンプ J ブルブラッドさん。あれ、この方のコースどっかで見たことあるような気がするぞ。気のせいかな。ホップスキープ&ジャンプ、確かね、マリオ2のタイムアタックコースを作ってる人だったような気がする。クリアできなくて諦めちゃったことがあるんですよね。あ、なになになに、それは分からなかったよ。こうか。おい、止めた？ギリギリになってるね。でもこれで変な仕掛けとかがなければとっても面白い感じ。いいね、これでクリアかな。やったよ、一発クリアじゃん。いやー、私が一発クリアできるなんて珍しいこともあるものですよ。グダグダプレイのクールですからね。ホップスキープエンジャンプ J ブラッドさんのコースでした。ありがとうございました。はい、それでは最後は今日はこちらのコース遊んで終わりにしましょう。スピードラン頑張って遊ぼうさん。クリア率 3.98、 約 4% でベストタイムが25秒半ばぐらいかな。さて、
今回はどんなスピードランになっているんでしょうか。バニーで弾かれるのかと思ったけど弾かれなかったよ。大丈夫かな。これでブラックパックも倒して、ここは丁寧に落ちていく。これキノコ取っちゃダメなやつなんじゃない。取っちゃったよ。あ、でも全然大丈夫じゃん。あれ、あ、うん、全然大丈夫だよね。っていうかむしろ取っていけっていうことなんじゃないのこれね。そうだよね。いい感じいい感じ。このブラックパック一マスのやつがリグナッティなんだけど、なんだこれは。バニーを持っていけっていうこと、そういうこと。オッケー、わかりました。結構怖いぞ。ギリギリのところに置かないと。おーし、無事ゴール。まあ割と優しめなコースでしたね。うん、あの最後のバネだけちょっと戸惑ったり、あとキノコも取っていいのかなとか戸惑っちゃいましたけど、まあスピラン慣れてない方でもクリアできるいいコースなんじゃないでしょうか。ありがとうございました。おっと、右下の方にこれフェイトさんのコースかな、アドレナリンマックス。まあいつか私もクリアしてみたい。まあいつかですね。はい、そんなわけで今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録お済みでない方はチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。それとコース募集もしてますので、皆様よろしければ、コメント欄かツイッターの方に送ってください。そんなわけで次回はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。